基本的には、まあ、ランチとか分かれてますかね、料理とか。ですね、グランドメニューがこちらの赤いメニューのもので、はい、こちらがデリサラセットが平日限定のお惣菜が2品ついたお得なセットとなっております、はい、でこちらが金曜日限定でその週ごとに中身が変わるオムライスのセットとなっております。ああそうですね、はい、今日じゃあこっち行けるってことですか。今日はこっち行けます。難しくなってきましたね、はい、いや本当こっちパスタ、本当パスタで一番人気なのはですね各このクリームソースペペロンチーノオリジナル和風、そしてトマトソースの中で一番左上、はい、こちらのものが人気のものとなっております。オリジナルパスタやったらこの、はい、石焼きエビマヨ明太子で、ダントツ人気はこの石焼きキムチベーコンクリームパスタになっております。あ、そうなんですね。え、これのデリサラセットっていう形なんですね。が平日の中では一番人気です。本当にごめんなさい、ちょっと聞きたいんですけど、これどうなんですかね。ですね、追い飯リゾットでは、はい、このクリームソースのパスタの中から、はい、あの食べていただいたものを、はいはい、残ったスープありますよね、はいはいはい、そこにご飯とチーズを入れて煮込んでリゾット風にしたものをまたお出しさせていただくっていう。一旦僕がもしこのキムチベーコンクリームパスタお召し上がりいただいて、スープが、まあ、ある程度残していただくっていう前提条件もあるんですけど、はいはいはい、それにご飯を足してっていう、うん、それ最初に頼んだら後でも後からあの食べた感じでやっぱ食べたいっていうのもありですし、無理だわって普だったら諦めていただいてもどちらでも大丈夫です。じゃあ今日は石焼きキムチベーコンクリームのこのセットがいいですよね、はい、そうですね、平日でしたらもう鉄板な注文ですね、はい、じゃあそれに一旦あちらにもございます。ですね、結構うち人気なのが、はい、ガーリックバターバゲットが人気でして、デリサラセットにはちょっとガーリックバターバゲット含まれていないので追加のご注文って形になってしまうんですけど、はいはい、結構ガーリックバターバゲット追加でご注文されるお客様も多いです。一旦これをセットにして、はい、でいけそうやったら後でもいけるんですかね。あ、全然いけます、後からでも。どれまでいけるかそうですね、唐揚げも結構人気なんで、でもお一人でそこまでいくのはちょっと厳しいかなと。いったじゃあこれとのセットで、はい、デリサラセットの石焼きキムチベーコンクリームパスタですね、はい、追い飯リゾットはまたおいおいということで、そうですね、あとデザートも後ほどの半、あのまた後から追加でも全然大丈夫なので。わかりました、はいはい、石焼きキムチベーコンクリームパスタをで食後にアイスコーヒーご用意させていただきます。はい、はい、また追い飯リゾットパスタ食べ終わった後にお声掛けください。はい、ありがとうございます。はい、石焼きキムチベーコンクリームパスタに入れていただく温泉卵です。最初に入れられて、途中で辛いなと思って入れられてみたいな。あ、わかりました。ありがとうございます。